おはようございます今日は6月8日土曜日ですね、えー。今日も創価学会で今起きていることをまとめた動画を見つけましたのでお話したいと思います。えー、今回はですね、このありがたそうなおしょうさんです。えー、とても物静かな方で私もね、ついつい聞き入ってしまう動画は結構あったんですけども、えー、この方がね、今回今の創価学会に起きていることということで何点かまとめてくださいました。 えまずはね、池田大作さんっていうね、あの、あまりにも創価学会の中では有名で、カリスマ。この方がお亡くなりになって、いろいろと形が変わってきたよっていうことをね、えー、お話しされてきたことと、私もちょっと知らなかったんですけども、創価学会って大学を作ってたんですよね。これは私も30年ほど前に大学受験する際に、創価大学ってあることを知っていたんですけども、結構ね、あの、今、有名な大学で、 えー、優秀な人も多いと思うんですけども、まさに宗教団体が大学を作ってしまったというね。で、こちらの方が定員割れを起こしているそうなんですよ。で、お尚さんがそのように言われていまして、あと、創価短期大学っていうのもあるんですけども、こちらの方はもう募集を終了してですね、並行して、まあ、いずれ廃校になってしまうんじゃないかなってことで、まあ、創価大学、創価短期大学で学びたいという方もだいぶ減ってきたのかなっていうことが伺えます。まあ、なんともね、 私みたいなロスジェレ世代で大学受験で苦労したグループとしては、まあ、羨ましいと言いますから、なんというかね、当時はねあの、大学の倍率ってのがね、10倍を切るところが少なかったぐらいの、まあ、そんな時代でしたからね、今、定員割れなんて言うとね、今は有名大学いくらでも入れるのかなと思っちゃいます。まあ、ちょっと話題がずれましたんで、話を総科学会に戻そうと思います。で、えっと、大阪の政治部というところにいらっしゃる、淡田進さんという方がね、 えー、出てきたんだってことも言われてましたねこのアータス,スムさんって方が、えー、今の公明党は総合会を全くね無視して あっちの方、こっちの方、あさっての方向に行ってしまってるってことで、まあ、この山口夏夫代表を解任して、で、公明党を回答していくんだってことをね、えー、今の総閣会に起きていることの、まあ、ニュースとしてこう取り上げてくださいました。まあ、この和尚のお話しされている動画、5分ほどなんでね、細かいところまでお話しされてないんですよ。こういうトピックスがありますよっていうふうなところに留まってますけども、まあ、非常に 現状の創価学会についてのことをまとめてくださってるんじゃないかなと思います。で、おそらく創価学会という宗教団体と、この、お尚がね、えー、この、ちょっといい話という、臨済修大徳、なんか、すみません、ちょっとわかりませんけども、公臨院法和ということですか。うん、あの、ま、あ宗教団体は違うとは思うんですけどもね、えー、でも、より客観的に創価学会を捉えて、えー、 まあ中立な見て目線からお話しくださってるんではないかなと思います。えー、ちょっといい話って書いてますけどもね、えー。まさにすごくありがたいお話ですよね。なんかその床の間とかもいいですよね。なんかね。まあ、こういった形で、このありがたいお尚さんが YouTube を通じてお話をくださるっていうのは、まさにこう宗教界にもインターネットのテクノロジーがどん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 取り込まれてきてね。で インターネットってものとか、うん、それからテクノロジーってものを否定する宗教はこれからどんどん消えていったりとかね。もしかしたら密教というね、すごくマニアックな世界に入っていくのかなと思います。はい。まあ、今回は以上ですね。どうもありがとうございました。お疲れ様です。動画概要欄からお尚の話聞いてみてください。それでは。